どうも、ゆっくり霊夢です。解説役のゆっくり魔理沙だぜ。以前、16人谷という昔話を紹介してくれたけど、それ以来たたりに関する昔話に興味があるんだよね。頭大丈夫か？魔理沙のせいでしょ、たたるわよ。それ言うの脅迫罪なんだぜ。まあそれは置いておいて、今回は恐ろしいたたりの昔話を4つ紹介するぜ。ぜひ最後まで見ていってくれると、とても嬉しいです。まず紹介するのは、白米城、だぜ。何それ美味しそう。内容を聞いた後でもその反応はできるかな？どういうこと？まあそれは後でのお楽しみということで、この話は日本全国に伝わっている話なんだ。そこで今回は民族学のレジェンド、柳田国夫先生も着目した長野県に伝わる話を解説していくぜ。信濃民族のうぷ主が情報を集めやすかっただけでしょ。この話は戦国時代の信濃に伝わる戦とたたりの物語。時は戦国時代、甲斐信濃の武田晴信と越後の長尾景虎は北進をめぐり、壮絶な戦いを繰り広げていた。これが有名な川中島の戦いだ。いきなりビッグネーム出てきてビビったわ。実はこの戦いは1553年の第1次から、1564年の第5次まで計5回の戦闘があったんだが、そのうちの第2次川中島の戦いでは、武田に服従した栗田氏という一族が旭山城という山城に籠城することになった。ふむふむ、この旭山城を武田軍が守り抜けば北信濃、さらに越後への攻略の糸口になるのね。結構な重要拠点みたいだし、影虎も放っておくわけないよね。ああ、そこで彼は対抗するために向かいの山にあった桂山城を改築し、この地域の豪族であった落合春吉を城主に据えた。そうして用心栄は麓を流れる裾花川を挟んで、膠着状態になったんだ。地図で見ると現在の長野駅の近くなのね。ちなみに親玉である武田軍と長尾軍も、下流の西川で睨み合うことになった。すごい緊迫した状況ね。でもそのうちどちらかが動き始めるんだよね。いやこの戦いは結局、駿河の今川義元によっては僕に導かれたぜ。織田信長に桶狭間でやられた人。その認識だけだと戦国マニアから怒られるぜ。てかこれただの日本史解説じゃん。本題はどうしたの？すまん、これからが今回の話の内容だ。そうして一回は和睦した両軍だったが、これに納得いかなかったのが武田方だ。武田方は和睦の際に、せっかく築城した旭山城の破却をはじめとした複数の不利な条件を飲み込んだんだぜ。栗田さんのお城なくなっちゃったじゃん。つまり武田が何か動き出すのね。ああ、そこで武田晴信はある男を、桂山城がある長野盆地へと密かに派遣していた。誰？その男の名は武田24将真田幸綱、真田丸で有名なあの真田信繁の祖父にあたる人物だ。いやこれ、私じゃねえか。その幸綱は仕返しとばかりに、条約でどんどん桂山城主の一族を寝返らせたんだぜ。一族に裏切られる春吉さん。それにしても真田家と私って優秀なのね。いや、真田幸綱が優秀なだけで別にお前が優秀なわけじゃねえからな。あと勝手に私がおごる約束すんな。それで肝心の城攻めは誰？ああ、輸出流した準備を整えたことで武田はついに馬場信春、という猛将を桂山城攻めに派遣することにした。ちなみに彼も武田24将の一人で、めちゃくちゃ戦が強い名将だ。どれくらいかというと、後に起こった徳川との三方ヶ原の戦いで、恐怖のあまり運行を漏らしながら逃げる徳川家康を追撃したのも彼だ。あの徳川家康に運行を漏らさせた男。武田家優秀な家臣多すぎでしょ。さてそんな信春の軍勢は現地に赴くと、のっけから不利な落合春吉率いる桂山城は籠城戦に出始めた。籠城戦と聞くと、城にこもって敵を防ぐだけでもう後がない作戦だと思われがちだが、実は時間を稼ぐことで援軍を待つことができるという最大のメリットがあった。つまり馬場ちゃんも一緒に疲弊させて、長尾の軍勢を待つということね。そういうことになるな。だが、そんなことは予想していた信春は、裾花川の水をせき止めることでこれに対抗することにしたぜ。大事な水源を止められたら城側はきついわね。ああ、まさにそれが狙いだ。人間にとって水を補給できないことが、どんな兵糧攻めよりも厳しいはずだ。すぐに弱って桂山城を攻め落とすことができるだろう、信春もそう考えていたんだが。敵はなかなか弱る様子を見せない。なぜだ？とさすがの彼も考えた。水を止めているはずなのに？ということは他に水源があるのかな？うむ、そこで信春は石膏に様子を見に行かせるが。なんと城では、馬を水で洗っているではないか。馬を洗えるということは、水に余裕があるのかな。しかもよく見ると、城がある桂山の断崖から滝が流れているのが見えた。やっぱり水があったのね。しまった爪が甘かったか。
総信春は悔しがったが、城後方にある滝なんて止められるわけがない。このままだと長尾軍が援軍に来ちゃうし、城攻めを諦めて撤退するしかないのかな。待ちなされ。あ、この人は、そう、積みかけた陣中で声を上げたのは、先のは僕で旭山城を失った栗田一族の頭領、栗田英寿だった。これには何か裏があるはずだ。そう疑った英寿は、桂山城の麓にある上昇寺の住職を呼び寄せることにした。なんでお坊さん？桂山の麓にある寺を代々継いできた住職なら、ここの水源くらい知り尽くしているはずだし。何より雪綱の跳躍の際に、一役買ったのもこの寺だったんだ。戦国時代にありがちなスパイ坊主。そうして住職を呼び寄せた英寿は、桂山の断崖に流れる滝のことを聞き出そうとしたんだが、その答えは皆の予想を裏切るものであった。はて、あの場所に滝なんぞあったかな？おい、でたらめ抜かすな。じゃああの滝は何なんだ？ふむ。おそらくあれは城の兵糧を崖から流し続けて余裕があるように見せているのでございましょう。え？兵糧って米だよね？もしかして米を水にカモフラージュしていたってこと？そうなんだぜ。実は水源を断たれた桂山城の城内はとても悲惨な状況になっていたんだが、敵を欺くために、皆一丸となって米を流し続けていたんだ。戦乱の世は凄まじいわね。確かに米で波の音を作ったり今でもよくやるもんね。そしてこれを聞いた信春は、突撃！敵が弱っていることを確信し、すぐに軍勢を城に突撃させ火攻めを行った。ああ、水がなくて弱っているところに火なんかで攻めたら、本当に城内は阿鼻叫喚の地獄絵図になった。城主の沖合春吉は自害し、城内の武将たちはことごとく討ち死にした。そして、女性たちは皆、桂山の断崖絶壁から身を投げたのだった。戦国の世だからとはいえ悲惨すぎるよ。こうして馬場信春は武功を挙げ、公約に貢献した住職は武田軍から褒美を受け取ったのだった。この住職、裏切りを斡旋するわ。城を壊滅させる原因作るしすごい恨まれそう。さすが、霊夢だな。その通りでこの話が恐ろしいのはここからだ。住職はある晩を境に、恐ろしい夢を見るようになったぜ。やっぱり桂山城の人たちに関するもの？その通りだ。飢えや水不足の中で何とか耐えていたにもかかわらず、敵に情報を教えた裏切り坊主への恨みはとても深かった。それから住職は毎晩、夢で亡者たちに苦しめられるし、ついには幻覚まで見るようになってしまった。たたりで気が狂ってしまったのね。そうして住職は城で死んだ者たちに道連れにされることとなった。つまり病死だ。でも、そんな夢を見るってことはどこかで罪悪感もあったのかな。だが、桂山城の者たちの恨みはこれでは晴れなかった。九段の住職が死んだ後も、上昇寺では怪奇現象が多発するようになり、しかも後の世代の住職たちも桂山に登頂するとみんな気が狂うようになったぜ。本人より後の世代もたたるなんて本当に恨みは深かったのね。だから上昇寺の住職になった僧侶は桂山に登ってはいけないという言い伝えまであるそうなんだ。戦国の世とはいえ、この悲劇とたたりの話は後世まで爪痕を残すことになった。そういえば結局、この時長尾影虎って何してたんだろ？ああ、真田幸綱が跳躍を行っていた時は、出家隠居させてほしいと騒いで家臣たちとトラブルを起こしていた。いやお前何やってんの？ちなみに桂山城の戦いの時は、北陸、信州特有の大雪に阻まれて対応が遅れてしまったみたいだ。桂山城が白米作戦で耐えていてもどちらにしろ厳しかったのね。そうして雪解けとともに始まった第三次川中島の戦いは、反撃を開始した長尾軍が優勢になるが、結局武田軍も盛り返して、そのまま膠着状態で終了する。そしてあの信玄と謙信の一騎打ちで有名な、第四次川中島の戦いを迎えるわけだ。おお、川中島の戦いといえばこの一騎打ちだよね。そういえば白米城の話が全国に伝わっているって言ってたけど、他にはどんなバージョンがあるの？東北の南部市の城攻めにおいて、米であることを作った婆さんの一族がたたられるバージョンが青森県に伝わっているほか、その他の地域では鳥が米をついばんできたためバレるケース、そもそもバレずに戦い抜いたケースまで伝わっているんだ。だがさっきも紹介した柳田邦夫先生は、今回の話を含めた白米城伝説をすべて後世の創作であると推測している。最後にそれ言われると拍子抜けするわね。まあ桂山城攻めにおいて上昇寺の住職が跳躍に一役買ったのは歴史的事実みたいだし、たたりを感じさせるような最後を迎えたのには違いないと思うぜ。以上が、白米城の解説だぜ。次に紹介するのは、お菊の呪い、だぜ。お菊さんといえば、1枚、2枚ってお皿を数える話が有名だよね。
それは江戸時代に成立した、播州皿屋敷だな。実は今回の話は播州皿屋敷の元になったという説がある話なんだ。播州って現在の兵庫県周辺でしょ。群馬県と場所全然違うじゃん。それに関しては最後に触れるから、まずは話の内容を解説していくぜ。時は戦国時代。また戦国時代かい。神津家の国、国峰城の城主の名前は小畑信真と言った。この信真は先ほども出てきた武田晴信に仕える武将であった。真、という字は晴信から賜ったものみたいだ。ちなみに彼も武田24将のうちの一人だな。群馬県域も武田支配下なのね。さて、話は変わるが、この小畑信真に仕える者の中に、お菊というとても美しい侍女がいたぜ。そんな彼女のことを信真は超愛していた。まあ即室とまではいかないが、愛人のような存在であったんだろう。これ、奥さん嫉妬するんじゃない？ああ、その通りで正妻はお菊に嫉妬を超えた憎しみを抱いていた。もし、夫とお菊の間に子供が生まれたら、と考えると彼との間に子供がいない自分の立場も危うくなる。確かにこの時代の後継ぎ問題は最重要課題だもんね。だから正妻はどうしてもお菊を始末したかったんだが、そんなある時、信真が用事で城を開けた日があったぜ。正妻にとっては絶好の機会だ。え、何をするの？彼女は次女であるお菊が用意した信真の御前に、何かを忍ばせたぜ。うわ、本当に陰湿すぎる。OL の嫌がらせどころじゃないわ。そしてしばらくして騎乗した信真は食事を取ることにしたんだが、なんとお膳に針が入っていたんだ。親方様の食事に針が入っていたなんて、立派な暗殺未遂事件だ。これって、用意したお菊のせいにされるよね？ああ、そこで御膳を用意したお菊が尋問を受けることになるが、当然彼女に覚えなんてない。犯人目の前にいるよ。だが、さすがのお菊相手でも信真の怒りは収まらなかった。そこでその様子を見た正妻は、信真にお菊をある方法で処刑するよう、そそのかした。え？何？その方法とは、蛇攻めだぜ。これは蛇がたくさん入った樽に罪人を入れるという恐ろしい処刑方法だった。残虐すぎるだろ、このまま執行されちゃうの？ああ、かわいそうなお菊は、蛇が詰められた樽に入れられ、池に沈められてしまったのだった。辛すぎるよ。濡れ衣を着せられたまま処刑されてしまったかわいそうなお菊。だが、そんな彼女を哀れに思った人物が二人だけいた。誰？それは宝釈寺という寺の住職と小柏源助という小畑配下の武将だった。彼らはお菊が無実であり、正妻が犯人であることを見抜いていたため除名嘆願をしたんだが、叶わなかったんだな。そこで二人はお菊が池に投げ込まれた後、急いで彼女を救出したんだが、すでにこと切れていたそうだ。間に合わなかったのね。こうしてお菊を始末した正妻は、夫をそそのかす女は消えたと、さらにその立場を強くした。しかし、ある夜のことだった。どうしたの？突然、彼女の全身に針が突き刺さったような痛みが襲いかかったぜ。この痛みが何日も続いたため、信真は医者を呼んだが、全然治まる気配がない。そこでもう手がないとして、あの住職が呼ばれることになったんだ。神仏の力を頼ることにしたのね。さて、すぐに到着した住職だったが、もだえ苦しむ正妻を目の前にするとこう言い放った。奥方様、あなたがお菊という侍女にした仕打ちを、覚えていないはずはありますまいな。あ、やっぱりこの痛みはお菊の呪い。ああ、その言葉を聞いた正妻はこの痛みがお菊の恨みによるものであることを悟り、許してくれ許してくれと気が狂ったように叫び続けた。そうして彼女は針の恨みと言わんばかりの激痛の中、そのまま生き絶えてしまったんだな。壮絶すぎるけど、自業自得ね。さあ、その様子を見ていた信真はとても恐れをののくとともに、お菊にした仕打ちを後悔した。そこでお菊を密かに埋葬していた住職に頼み、彼女を盛大に供養したとのことだ。これで、お菊のたたりは収まったのかな？いや、これくらいじゃ収まらなかったぜ。え、マジ？その後、おばたけの主君である武田家が滅亡し、信真は関東の北条家を頼ることにするんだが、その北条家も豊臣秀吉によって滅ぼされてしまう。滅亡の一途をたどったのね。この時に信真は居城である、国峰城と領地を失い、盟友である真田正幸を頼った後、信濃で死去することになった。真田正幸は、さっき出てきた長役満真田幸綱の息子で、真田信繁のお父さんでもあります。ちなみに小畑信真の死後こんな逸話が残されている。二代将軍、徳川秀忠の時代になると、真田家は沼田から信州松代へと領地替えになる。その際に真田の家臣となっていた小畑の子孫もそれに従い籠で移動したんだが、不思議なことに籠代を多く取られた。もしかしてお菊さん、
ああ、カゴ屋によると、青白い顔をした女が乗るカゴが一つ多く混じっていたそうだ。それを聞いたおばたの子孫は震え上がったというぜ。逃がさないわよ、ってことかな。怖すぎる。まあ私が詳細を調査したところ、逸話と史実のタイミングに少し矛盾があったから、この逸話は後世の創作だと思う。創作何回？最後に、この話は晩秋皿屋敷の元ネタになった説があると先ほど説明したが、この根拠は二つあって。一つ目はおばたけの子孫たちが、江戸時代になってから、晩秋皿屋敷の舞台になった姫路の松平家やその他有力大名に仕えた事実がある。つまり子孫や従ったおばたの元家臣によって晩秋を中心にこの話が広められたという考察だ。二つ目は、皿屋敷の原点である、皿屋敷弁記録、が著された時期に、例の奉釈寺で盛大な供養が行われていることが挙げられる。おお、そう言われるとなんだか子孫が語り継いだり、作者が元にした説はありえそうね。そうだろ。こうやって昔話と史実を照らし合わせて調査することも昔話の醍醐味なんだぜ。コメント欄に1話目と2話目の補足があるからそっちも読んでみてね。以上が、お菊の呪いの解説だぜ。次に紹介するのは、仙丁ヶ原、だぜ。これはうっかり立ち入ってはいけない場所でとんでもないことをしてしまった男に降りかかるたたりの話だ。仙丁ヶ原って地名のこと？ああ、その通りで、この場所は長野県と岐阜県の境に位置する名峰、乗鞍岳の西に広がる高原のことだ。まあ西側ということで、岐阜県の高原ということになるな。乗鞍岳といえば3000メートル級の山だよね。仙丁ヶ原も人が立ち入らなさそうな場所なのが想像できるよ。実は今回紹介する仙丁ヶ原は漫画日本昔話で放送された、亡者道という作品の原点にあたる話なんだ。亡者道といえばトラウマになった人も多いよね。今回も例に漏れず原点を参考にして構成した内容を解説していくぜ。昔。いや、今もかもしれない。名峰の乗鞍岳の一帯に属する仙丁ヶ原は、美しい高原が広がる一方である一面を持っていた。どんな一面？うむ、それは美濃や尾張から来た亡者たちが通る、と言われる道があったことだ。亡者たちはここを通って、さらに北方にある越中立山の地獄谷というところへ行くみたいだ。なるほど、亡者たちは立山の地獄谷から一度、地獄に行って閻魔大王の裁きを受けるのね。そんな彼らは多くの池があるこの仙丁ヶ原を、地獄へ行く前の最後の休憩地として使っていたことが想像できるな。ちなみにこの池が集まる場所は将来だと呼ばれているんだが、1932年発行の雑誌に、山の案内人がこの将来だで、男女の亡者たちが水を争って飲む姿を目撃したという記事が掲載されている。近代でも目撃例があるのね。それで本題の話はどういう内容なの？うむ、これは山の案内人の話より、さらに前、江戸時代の話だぜ。ある時、漁を趣味としている平十郎、という百姓が乗鞍岳に住んでいた。この男は漁となると見境がなくなる性格ではあったが、ちゃんと先祖の供養を欠かさず行い、仏壇に毎日手を合わせるような信心深さを持っていたぜ。ちゃんと仏壇のお供え物の手入れも、欠かさずやっているのね。そんな平十郎はある時何を思ったか、例の仙丁ヶ原で漁をしてみたくなった。周辺地域の人はさっきも言った通り、亡者の通り道であることを知っていたため誰も近寄らなかったが、漁のためには見境がなくなるこの男は早速、仙丁ヶ原へと向かうことにしたぜ。信心深いはずなのに、好きなことが絡むと理性が吹っ飛んでしまうタイプなのかな。そうして、仙丁ヶ原に着いた平十郎は早速、道を塞ぐように霞網を仕掛け始めた。この狩猟法は飛騨や美濃に伝わるもので、つぐみなどの渡り鳥を捕獲するときに使うんだが、こんな感じで、飛んできた鳥が霞網に足を引っ掛けたところを捕獲するぜ。昔の人の創意工夫はすごいよね。ちなみに現在、霞網漁は一部の人以外禁止されているから、絶対に真似しないように。話を戻すが、こんな感じで平十郎はつぐみを取り続けていたが、徐々に霧が立ち込めていることに気がついた。標高がすごい高いから霧が発生してもおかしくないわね。そこで彼は山小屋で様子を見ることにしたんだが、その時だったぜ。え、叫び声じゃん。誰か網に引っかかっちゃったんじゃない？そう焦った平十郎が網の元へ走っていくと、そこに引っかかっていたのは、なんと恐ろしい顔をしたたくさんの生首たちだったんだ。これって亡者たちのやつだよね？その通りだぜ。もうわかっていると思うが、平十郎が霞網を仕掛けたのは、あろうことか亡者が通る道だったんだ。そして生首たちは平十郎を睨むと、平十郎と次々に恨むように叫び始めた。なんで名前知ってんねんって感じだけど、今は逃げなくちゃ。ああ、そうして逃げ出した平十郎だが、霧のため周りが見えず、気がつくと将来だに迷い込んでいた。
え、将来だってさっき言ってたやつ。そう、亡者たちが水を求める場所だ。いやー、自ら伸びてきた手が平十郎の足を掴み引きずり込もうとしてくる。しかも周りから亡者たちが這い出てきて、その顔を覗き込み始めた。絶対絶命じゃん。彼もそう覚悟したが、亡者は顔を近づけるとこう言った。お前、仏のお下がりを4日前に食べたな。仏のお下がり？うむ、仏様のお下がりを食べるとは、仏壇のお供え物を取り替えるときに古いお供え物を食べることだ。つまり、平十郎は日頃から仏壇の手入れやお供えをしっかりしていたから、亡者たちも手が出せなかったのね。そういうことになるな。そうして、命からがら逃げ出した平十郎だったが、しばらく家で高熱を出して寝込むことになったそうだ。でも助かってよかったね。それにしても亡者たちも元は同じ人間だったのに怖い存在になってしまうのがなんだか辛いわね。それだけ死や死後の世界の存在が忌避されていたということだ。まあ現実的に考えるとすると、船長が腹で体調を崩した平十郎が幻覚を見て、その後高熱を出したと考えることもできるが、そのリスクを亡者のたたりとして伝えることで人々を安易に近づけないようにする話とも捉えることもできるな。以上が、船長が腹の解説だぜ。最後に紹介するのは、遺体骸骨、だぜ。この話は日本で複数の類似話が見られるほか、なんと世界各地にも似たような話があるんだぜ。ふむふむ、日本風にアレンジしたものだったりするのかな。詳細については最後に説明するとして、とりあえず今回は鹿児島県の甑島に伝わる伝承の解説を進めていくぜ。お願いします。昔、薩摩の甑島にある商人が暮らしていたぜ。この商人には商売仲間の相方がいて、よく一緒に商いをしていたんだが、ある時、思い切って大きな市で商売をしてみようということになったんだ。人が多く集まる市場ならたくさん物が売れるチャンスだもんね。まあ二人は仲は良かったものの、商売のライバルでもある。そうして、市の当日、隣に露店を構えた彼らはどちらが多く売り上げるか気が気でなかった。そんなバチバチしてると買いにくいんですけど。なんか相方の方が多く集まっているみたいね。ああ、これが詳細の差なのかもしれない。売っているものはほとんど変わらないはずなのに、話が上手でユーモアもある相方の品物はどんどん売れていく。主人公の方は全く売れてないのね。そうして、1話終わったんだが、結果は相方の圧勝。売り上げを上げまくってホコホコになった相方に対して、隣で全然売れずに恥をかいた男にとってはこれほど屈辱的なことはないぜ。まあここで素直に褒めたりできる人柄だったら、こんな結果にはならないでしょうね。さあ、荷物をまとめて帰り始める二人だが、大金を持ってのんきに歌を歌っている相方を見た男は、だんだん目の前にいる奴のことが憎くなってきた。うわ、不穏な空気。そうして竹林を通りかかった時だった。おい、嬉しそうだが、どんくらい売り上げたんだ？ちょっと帰りの金がないから分けてくれよ。教えねえよい、これはおいらの売り上げだい。おい待って。うわあ。なんと妬みと金の欲しさで男は親友を撲殺してしまった。最低すぎるだろ。マジでやばいなこいつ。たまたま竹林だったことで誰もこの犯行を見ていない。そこで男は相方の遺体を茂みに隠し、金を奪って逃げていったのだった。これは恨まれるわね。それでその後こいつはどうしたの？ああ、大金を手に入れた男は、商売でこの金を儲けたと豪語し、その後の3年間を遊んで暮らしたぜ。相方も行方不明なのに誰も怪しいと思わないのね。だが、3年間も遊んでいると、だんだん奪った金も底を尽きてきた。そこで男はある日、何かいい方法はないかと歩き回っていると、あの時の竹林にたどり着いたぜ。カッとなってやっちまったけど、あの時みたいに大金ねえかな。男がそう思ったその時だったぜ。歌声？そう、不思議なことに竹やぶの中から美しい歌声が聞こえてきたんだ。不審に思った男がやぶの中を覗くと、なんとその歌を歌っているのは、頭蓋骨だったぜ。え、なんで骨が？しかも頭だけで歌えてるの？まあ私たちも頭しかないけど、男はびっくりして開いた口が塞がらなかったが、その骸骨はこんなことを言い始めた。あなたがお望みであれば、いつどこでも歌いますせ。おお、この骸骨を見せ物にすればなかなか儲かりそうね。うむ、四川と巫女まんじゅうと一緒で、金がつきかけていた男も早速この骸骨を持ち帰り、大道芸を始めることにした。四川と巫女まんじゅうって誰すか？お前だよ。まあ話を戻すと、次の日にあった市で歌い骸骨と題して見せ物をしたところ、予想通り、大盛況、こんな不思議なものは見たことがないと大人気になり、このコンビは引っ張りだこだ。投げ銭やら褒美やら多くのお金が入ってきたぜ。
でも、あの竹林で見つけた骸骨のおかげで儲かるなんてなんか変よね。そうして歌い骸骨で有名になった男は、調子に乗ってある行動に出る。え、何をしたの？それは古式島の長者にこの骸骨を使って勝負を挑むことだ。この長者は非現実的なものを信じない性格だったから、この歌い骸骨を見せてやろうと思ったわけだ。そこで男は長者屋敷に乗り込むと、こんな提案をし始めた。もし、この骸骨が歌ったらあんたの財産を全てくれ、もし歌わなかった場合は俺の首をくれてやる。あ、これフラグ。まあ長者はありえないからとは思ったがこの賭けに乗ることにした。おい、ざわざわすんな。これを聞いた男は、さあ、これでここの財産は全部俺のもの、歌え、とニヤニヤしながら骸骨を取り出すんだが。おい、歌え。おい、なぜ歌わない？だが、男がいくら命令しても骸骨は歌わない。おい、マジでやべえって、歌え、じゃあ。そうして男は騙されたと腹を立てた長者に首を落とされてしまったのだった。うわ、フラグ回収しちまったよ。バカな男だ、長者たちがそう思ったその時だった。冷え。突然、今まで何も言わなかった骸骨がカタカタと笑い始めて、こんな歌を歌い始めた。おいらの願いが叶ったー。憎いあいつの首が飛んだー。え、ということはこの骸骨やっぱり。そう、歌い骸骨はあの日、男に殺された相方の頭蓋骨だったんだ。あの日、理不尽な殺され方をして、しかも金を奪われたんだから本当にその恨みは深かった。そして3年後に竹林に男がまた足を踏み入れたことで彼のたたりは始まったわけだ。一回、夢を見させての復讐。たたりとしてもえげつなさすぎる。まあ歌い骸骨はこんな内容なんだが、さっきも言った通り、世界で有名なあのグリム童話にも類似の話が掲載されている。こちらは歌う骨といった題名が付けられているんだが、この話では王女との結婚の条件であるイノシシ退治を達成した弟から手柄を奪うために、兄が弟を殺してしまうぜ。その後、通りがかった羊飼いが、落ちていた弟の骨で作った笛を王様の前で吹くと、といった内容だ。いや人骨笛作った羊飼いサイコパスすぎん。他にも日本国内では、新潟県の話が知られているほか、漫画日本昔話でも、シャレ神戸の歌として類似話が放送されているぜ。それだけこの話がインパクトのあるたたりの話として普及しているわけだな。人殺し、ダメ絶対。以上が、歌い骸骨の解説だぜ。これを見た皆さんは人に優しく、たたられないようにしようね。感想が雑すぎるんだぜ。当チャンネルでは昔話の解説をしているから、興味がある方は他の動画も見ていってくれ。チャンネル登録もぜひお願いします。それじゃ、バイバイバイ。